クリスチャン・パスカル・アダメス・スポンセは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。宇藤良だ。現在は FA。2007年9月14日に、コロラド・ロッキーズと契約して、プロ入り。2008年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ロッキーズで、プロデビュー。51試合に出場して打率。262、8打点、7盗塁を記録した。 2009年もルーキー級ドミニカンサマーリーグロッキーズでプレーし36試合に出場して打率2311本塁打19打点8盗塁を記録した2010年はパイオニアリーグのルーキー級キャスパーゴースツでプレーし37試合に出場して打率291本塁打15打点4盗塁を記録した 2011年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、108試合に出場して打率273、8本塁打44打点2盗塁を記録した。2012年は A 級モデストナッツでプレーし、115試合に出場して打率282本塁打54打点4盗塁を記録した。 オフの11月20日にロッキーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年3月5日にロッキーズと1年契約に合意。11日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ移動した。この年は A 級タルサドリラーズでプレーし、107試合に出場して打率。267、3本塁打、36打点。 13盗塁を記録した。2014年3月9日にロッキーズと1年契約に合意。13日に a a 級コロラドスプリングスへ移動し、開幕を AAQ タルサで迎えた。a a タルサでは84試合に出場し、7月に a a 級コロラドスプリングスへ昇格。9試合に出場し、7月29日にメジャーへ昇格した。 同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。延長10回裏から遊撃の守備につき、3打数無安打に終わった。翌30日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ降格した。最終的に7試合に出場し、メジャー初安打を記録したが、3打席に一度の割合で三振を喫した。2015年は26試合に出場して打率24、245。 三打点を記録した。2016年は121試合に出場して打率21。218日本塁打、17打点に投塁を記録した。2017年4月30日にリーフとなり、5月5日に40人枠を外れる形でトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ配属された。オフの11月6日に FA となった。 2017年12月15日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結び2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったシーズン通して参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスでプレーしメジャーに昇格することはなかったオフの11月2日に FA となった2019年1月21日に カブスとマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕から主に参加のトリプル a 級アヨアカブスでプレーしていたが7月5日に自由契約となった。2019年7月12日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び移籍後は参加のトリプル a 級サクラメントリバーキャッツでプレーした。9月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 オフの11月1日にマイナー契約で AAA 級サクラメントへ配属された。2020年11月2日に FA となった。ありがとうございます。